国にも責任があると不服を訴えました北海道知床半島沖で観光船が沈没した事故で国土交通省は運航会社知床遊覧船の事業許可取り消しに向け会社側に釈明の機会を与える聴聞を行いました桂田誠一社長などは出席しませんでしたが国交省によりますと事前に提出した陳述書で 事故の責任は監督官庁である国にもあると不服を訴えているということです。